こんにちは、ノックアウト TV の K です。今回なんですけれども、シリーズものでエアコンを分割してエブリに取り付けということでやってるんですけど、前回は練習ですね、ロー付けの練習をして、今回は、実際にスポットエアコン Mac10 に、Mac10 を取り付けをしていくということで、やっていくんですけども、最初にちょっと後ろめたいので言っときます。失敗です今回で。もっと言うと、もう見る気なくすかもしれないですけど、もう正直言います、今回で完結しません。次回まで引き延ばします。どんだけ引っ張るんだって話なんです。しかも失敗するんかよって話なんです。なんですけど、ここは正直に、これなんか期待させてね、やっていけば視聴回数も伸びるかなっていう思いもあるんですけど、かろうじて収益化も今私できてて、ちょっとお小遣い程度入ってくるんですけど、もうそんなことより申し訳ない、失敗です、すいませんっていうのをまず最初に言った上でも、まあ見るっていう人はもう見ていただければと思います。ありがとうございます、見ていただいて停止をさずにありがとうございます。今回なんですけども、スポットエアコンを取り付けしていきます。なんですけどうまくいきません。はい、溶接やってますね、ロー付け、温度がやっぱり足りません。はい、なかなかね、前回できるかなと思ってああいう動画で引き伸ばしたんですけど、あの時点でこの作業も完結してなかったんですよ。あ、してたのか、してたけど、できないっていうか失敗に終わったっていうことは分かってなかったんです。はい、なかなかやっぱり溶けないですね、ロウが。これは銀ロウじゃなくて輪道ロウを使ってますね。なんでフラックスなしで、なんですけど視聴者さん言うには輪道炉でも、まあ、こんだけ酸化してる、黒くなってる銅管であればフラックス塗った方がいいよっていう風な感じで教えてくれた方いました。はい、もう今思うとね、もうこういうロー付けの動画も素人のロー付け動画はもういらないよっていうことだとは思うんですけど、なんかそういうカット割りにしちゃってますね。はい、ちょっとどうでもいいんですけど、これ全然関係なく、もう全然方向性変えてこのチャンネルやっていくことになりそうです。うまくいかない、すんごいことなってる、すんごいことなってるけど、本番タレタレ、まあでも完全に塞げてるのは塞いでるっすね。ここに FF ヒーターの燃料ポンプあるんですけど、こっちにスペアタイヤあって、スペアタイヤの横側、後ろから見たら左側ですね。左側のこのスペースに、コンデンサー、ここ奥深くなってますんで、ここはちょっとあれですけど、ここ深いんで、ここにコンデンサーは入る。で、マフラーにも当たらない3センチぐらい余裕ある感じになります。で、コンプレッサーは、ここ、背がそんなに高くないんで、ここにつけていきたいなと思ってます。ただ、つけるところが、こんな相手なんで、どうやってつけるかがすごい難しいなってことで、考えてます。ここちぎれちゃったところですね。セーバーソーで切ってちぎれたっていうか、ポロッと取れちゃったところを今攪拌して中に入れて、で溶接していくんですけども、これがですね、なかなか難しいと思います。これはね、エアコン職人魚さんでも難しいんじゃないかな。まあプロの名前出して申し訳ないですけど、これはね、難しいと思います。だから素人がやるなんてもってのほか。これはね、まずそもそもさっき1回目はフラックス塗り忘れてたんですよ。なんでフラックス塗るのって、輪道炉だったらフラックスいらないんじゃないのって話なんですけど、相手が銅じゃないんですよ。その、なんだろうこれ、
エバポレーターですかね、なんですけど、アルミじゃないですか、エバポレーターとかコンデンサーとかっていうのは、ラジエーターみたいなところ、ほら溶けちゃって熱すぎるんで、ボンベもちょっと冷やして40度以上になっちゃってるんで、多分そんなの挟みましたけど、とにかくね、この側面の板はね、これ鉄なんですよ、磁石ひっついたんで。で、下のラジエーター部分、コンデンサー部分、エバポレーター部分はアルミですよね、フィンの部分はですね。なんですけど、まあ鉄ですよね、鉄に銅をつけようとしてるんで、フラックス塗らなきゃいけないのを忘れてたって感じですね。いいんじゃないかな。ハンダです。輪道路無理でした、溶けない。本当に失敗っていうのはこういう失敗じゃないですよ、こんなのはまだちっちゃい失敗で。そう、下の土台も切っちゃって、本当は、コンプレッサーと、コンデンサーばらさなくてよかったんですけど、ばらしたくなかったんですけど、ばらさないとつかなかったんですよね。なんでちょっとエバポレーター、エバポレーターじゃないな、コンデンサーつけるためにここにステーをリベット止めしました。すごい傾いてます。でもなんとかつくんじゃないかと思います。これプラス、インシロック使って止めていきたいと思います。こんな感じでつけました。あとこことここをね、まあインシロックでちょっとこっち止めようかなと思いますけど、まあそうなんですよ、あの奥行きがね、あのエバポレーターじゃない、コンデンサーが奥行きあるところに入って、コンプレッサーは低いところに、まあちょっと位置がね、位置というかスペースがないんで、バラバラにつけないと無理だったんですよね、無理だったんです完全に。意外とね、あの車の床下ってスペースあるように見えるんですけど、見えてる以上にスペースないですね。サスの可動域とかもあって、あのすごいスカスカに見えるんですけど、それより上にやるとバネが縮んだ時に当たるとか、いろいろあって、まあここしかつけるとこ見当たらなかったんですよね。タイヤ外せば、あのスペアタイヤですね、スペアタイヤ外せばその辺りに余裕でつくと思うんですけど、それ外さないってなると、もうここしか空いてないし、めっちゃ極小な、極すごい狭いところにつけるっていうことを今やってます。なんで素人がそういうことをやるべきではないと思いますね。超下手くそな、要せずでっこでこですけど、一応しっかりくっついたかなと思ってます。一応固まってますけど、吊るし終わりました。車が燃えました。バンパーの裏なんでね、見えないとこですけど、折れ曲がった感じ、折れ曲がりかけ、まあ、ここはうまく溶接できたんですけど、ここが焦げました。これを向こうに持ってって、こいつと一緒にどっかから床穴開けて上に出さないといけないです。内気に持ってく2本ですね、これとこれ。超大変、超大変ですぜ。この缶とこの配管をここはなって、こっから出して、でこっちにもありますけれども、ここですね、これ外したところの中から出して、でここの上入れると、ここから、まあ、室内に入ります。コップドリルでここに穴開けました。結構でかい穴で、この中にもここにも開けてるんで、こっちからかな、こっから通して向こうから通す。うわ、それに比べたらこっちだいぶでかかったな、ちょっとでかすぎたな。すいませんね、雑音だらけで、
まあ、あのこんな動画出しといてなんですけども、本当に大変なんで、まあ、僕が下手くそなのかもしれないですけど、本当に大変だったんで真似しない方がいいです。下手くそだけど温度がね足りないんだよね。ちょっと火精神的に大変なのかな。動画出しちゃってるし、完結しなきゃっていう思いもあるし、で一応なんていうんだろう、車は壊したくないじゃないですか、当たり前ですけど、まあ、車壊れるっていうか、まあ、車そうですね、穴開けるのもねやっぱストレスありますしね、燃えるとかもストレスありますしね、燃えてますけど、まあ、動画じゃなかったらやんないですよこれは。はい、コンプレッサーをこのタイヤの横ですね、タイヤちょっとこれ閉まってないですけど、タイヤの横に、まあ、これギリア、ちょっと今当たってますけどギリ閉まるはずです、この横にマフラーの上につけまして、釣りボルト、ここからこのタイヤの釣ってる釣りボルトみたいな感じでうまいことこの配管の間通してですね、ここもちょっとギリギリ避けてる感じで、奥は溶接しました上に、でここからで、コンデンサーはこんな感じでついてて、コンデンサーから出てきた配管が2本あって、で1本はここにつながって、でもう1本はここにつながったのかな、まあ、とにかく元通り溶接して、配管長めにやりすぎて、あとは内気を取り付けるのみ、空中に浮かせて、拡張するのがね、ダメなんで、こういう感じで絞って、分かるかな、絞ってます。絞ってこんな感じで、ここに胴付けしていきたいと思います。空調服導入してますね。めちゃめちゃこれ暑い日なんですけど、まあ、結構前なんですよね、これ動画、撮ってるのは。今編集してるんですけど、今からかれこれ2週間近く前。まあでも漏れはしないんじゃないかな。リーマでね、中削ったり外削ったりしてね、配管の、でこれが観音塔のね切ったところに延長してるっていう今感じなんですけど、まあ棒付けうまくいかないし、でまあ答え合わせっていうかね、結果報告もうここでしちゃうんですけど、失敗の、まあ次回の動画でしようかなと思ったんですけど、次回まで引っ張ってもう申し訳ないんで言っちゃいます。あのね、失敗原因はちょっとねはっきり言って不明ではあるんですけど、ガス入れるじゃないですか、この後ガス入れても冷えない、冷えないんですよ、ガスの量もねちょっと不明じゃないですか。なんですけど、こんな感じでベロベロがついてて空気が出るようになってます。なんで中が加圧された時、空気が圧力が高い時に、多分ここの隙間のスリット、ここから空気が入ってここから出るという感じになってるんだと思います。なんで空気の通り道、このフェンダーのこの下からここ通って抜けるようになってるみたいです。わかんないですけど、そういう風にしか見えないですね。
まあなんでね、一番はもう教えてほしい、なんかエアコンのプロの人に。そういう人ほんと見ててコメントくれて、こうしたらいいんだよって教えてくれるのがベストですね、理想。そしたらもうそれやり直してね、それでできるんですけど、だけどもう申し訳ないですけど、これ見ていただいてる視聴者さんは多分どうやってやるんだろうとかっていう感じで興味本位で見てくれてると思うんで、あれなんですよね、プロの方が見ていただいてないと。でも何のプロだって話なんですよね。エアコン屋さんなのかな、何のプロなのか分かんないけど、まあエアコン屋さんかな。配管がね、長すぎるのか、長すぎた分ガスを入れなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、多めに入れたりもしたんですよ。なんですけど冷えないんですよ。はい。でその圧力とかもね、一応調べて、どんなんだっけな、 0.21、 30度ぐらいの気温の時に低圧のホースの配管の R134A の、 圧力は 0.21 とかなんですけど、それに合わせたけどダメなんです。ご視聴ありがとうございました。